どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、ブラパトなどを連載しております。漫画左利きのエレンに登場する、セリフを作者自ら解説するというシリーズでございます。ありがたいことに私の漫画、特に左利きのエレンはセリフが結構取り上げて評価していただくことが多いなと思っていたので、そのセリフを一つ一つ、こんな思いでこんな時に思いついたよ、漫画では書けなかったけどこういう意味もあるよとか、なんかそういう話をちょっと YouTube ではしていこうかなと思っております。で、今日取り上げるのは、ものづくり以上の自己分析はないよという、就活にまつわる言葉でございます。ちょっと今就活の時期ドンピシャか、ドンピシャか、常に就活って あると思うんですけど、3月ぐらいからかな、就活始めて間もない人とかいらっしゃると思いますし、転職とかでも使える、就活、転職、採用にまつわる、こういうことをクリエイターは考えるべきだ、でその考え方ってクリエイター以外にも使えるかもなとか、なんかそういうふうに思ってますので、ちょっと今日はこの、クリエイターと自己分析、ものづくりと自己分析みたいな話を、していこうと思います。よかったら最後までご覧ください。まずこのセリフがどういったところで出てきたセリフかというのをちょっと、振り返りたいと思います。主人公が広告代理店に、後に就職することになる、朝倉浩一という若者なんですが、彼が活躍し始めている若手クリエイターに OB 訪問するというシーンなんですが、そこで言われた一言、美大生のクリエイターの就職活動ってポートフォリオっていう作品集を用意して臨むんですが、それを、こういった作品を作ってきましたという。それを見て、企業がこの人材欲しいなとか、そういう判断材料にするんですが、それを劇中では、美大生の作品集は、一般大生、通常の就活におけるエントリーシートであるっていうふうに触れてます。これは、そう言われてるわけではないんですけども、私が自分の体験を通してそう思っていたということなんですけども、まず作品をこうパーッと見た時に、いろいろやってるねと評価されます。でそれは褒め言葉にはなかなか聞こえにくいニュアンスだったんですけども、どういうことかっていうと、一般大でも多いのよ、サークルだ、バイトリーダーだ、世界一周だ、あれこれ手を出して結局何がしたいかわからない、過剰書き系のエントリーシートは記憶に残らん、半端な実績で武装するより俺はこれだって剣が一本ありゃ十分だから、作品も無意味に多くなくていいっていうふうには評価されてしまいます。その武器ってなんだ、どうやって見つけるんだってなった時に、いわゆるその就活でも転職でもよく言われる自己分析ってやつだと。そして加えて、美大生はとっくに自己分析やってるんだよ、ものづくりって自己分析だからさ、何か作るってことは裸の自分と向き合うことだ、ものづくり以上の自己分析はないよ、っていうシーンなんですけども、ちょっと前提条件としてそのちょっと話しておくと、その美大生って結構その一般大生の就活についてあまり勉強しない人が多いっていう印象だったんですよ。つまりその美大生の就活は特殊だから、一般大のなんか就活本とかあんまり見てもしょうがないよねっていう人が結構多かったんですが、私はあんまりそうは思ってなくて、結局同じ採用試験なので、共通点はあるだろうと、そう思った時に、じゃあ美大生が独自で作るその作品集ポートフォリオって何なんだろうと思った時に、自分なりにエントリーシートに変わるもの、もちろんエントリーシート書くので、エントリーシートは別にあるんですが、それに加えて作品で伝えるエントリーシートだと思ったんですよね。でそう考えると結構その作品集作りやすかった、あれこれ手を出して結局何がしたいかわからないって、その過剰書き系のエントリーシートって言ってるんですけど、これ何が悪いかっていうのは、就職活動した人は多分わかるかと思うんですけども、そのやっぱり何千何万っていうそのエントリーをこう精査して人事は見るわけじゃないですか。その時に印象に残りにくい、
結局その、まあ、何がしたい人なのかどういうキャラクターなのかっていうのがやっぱり箇条書きにすることによってこうぼやけてしまうんですよね。まあだから例えばですけどその、まあ、料理に例えるとメニューがあって、麻婆豆腐、カツ丼、カレーライス、パスタとかなんかそういうそのジャンルが違う料理がこうバラバラバラっとあるとあの何の店って分かりにくいじゃないですか。まあまあファミレスとかね全部いろんなジャンルあると思うんですけど、まあ採用ってその欲しい人材が結構そのまあ企業ごとにあると思うんですけど、まあ箇条書き系そのファミレス系のメニューだとその どこに対してもなんかその引っかかるポイントは見つかるかもしれないんですけど、どこに対してもこう刺さりきらないっていう現象が起きると思うんですよね。だからそのこの企業は例えば中華を求めてるんだってなったらその中華で固めた方がいいじゃないですか。まあ一般大生とか普通の就職転職活動をされてる方にも言えると思ってて、まあ、自分がやってきた仕事をそのバカ正直に全部1から10まで、書くのもいいんですけど、その例えばその求めてるのがその上司な何か の, そのリーダー職だったらそのリーダー職にまつわることをこうエントリーシートでは書くべきかなと。でなんでこれが起きるかっていうとその、まあ、ぶっちゃけその一般大生の方より美大生の方がこれ陥りやすい現象だと思ってて、なんでかっていうとあの作品は我が子同然だからなんですよ。まあもちろんそのね サークルの代表だったとかバイトやってた世界一周したとかそれぞれ思い入れはあると思うんですけど、作品って結構もっとちょっと違くて、あのまあ僕の漫画家としての私の場合でもその結構ギャグ漫画もあればシリアスな左利きネームとかも書いてたりするんで、あのいろいろまあいろんなジャンル実際やってはいるんですけど、その自己紹介してくださいって言われた時に、まあ、やっぱりそのなんか絞るんですよね。左利きのエレンが好きな人はあのこの15分の少女たちとかこっち系は刺さると思うんですよ。まあ例えばねそのこう帯とかでねその、あの左利きのエレンのカッピーが描くとかこれはなんか意味があると思うんです。でもなんかその、まあ、コメディ漫画新しく挑戦してる今ブラパトとかの帯で例えば左利きのエレン作者最新作とかやってもなんかちょっと違うじゃないですか。それでなんかあのそれで買ってみた人にとってはちょっと違う味だし、なんかまあこういうねそのおしゃ家ソムリエおしゃことかこういうギャグ漫画返したんで今度はこっちのカードを切ろうみたいな、おしゃ家ソムリエおしゃこの、作者が描く最新コメディ作品ブラパトって言った方が多分あの誤解もないし、なんかあのこの味を知ってる人はそのあじゃあそっちの料理も食べてみようかなってなると思うんです。だからあのなんかいろいろやるのが悪いわけじゃなくて、いろいろやった結果その就職活動とか自己紹介とかの時にそのどこの部分をこう押して見せるかっていうのは結構工夫が必要だし、それがバランス感覚なのかなと私は思ってます。そんでものづくり以上の自己分析はないよって話なんですけど、まあ結局自己分析ってそのまあサークルバイト世界一周とかそういうものを通じて、あ自分ってこういうことに興味あるんだ、こういうこと強みなんだとか、なんかそういう自分を知る機会であって、それでだから御社に入った後も通じると思いますっていう、そこのストーリーをこう作ることじゃないですか。まあ例えばその企業の方がすごいチームワークを重視する会社でもう、まあ、チームで物を作るっていうそのあのっていうのを大事にしてる社風だっつうみたいな、それがまあ企業研究で分かったとする。でそうした時にぶつける武器として、私はバイトリーダーという経験を通じてバイトのメンバー一人一人をこう深く理解しチームを作る仕事をしましたとか、そういうとああなんか欲しいなと。よくその自己分析と企業研究って両輪であるって就職活動では言うと思うんですが、まさにそうで、この人が求めてる企業が求めてる人物像に対して自分が今まで培ってきた手札の中でどれを切れるかなっていう、なんかそういうその
まあ、心理ゲームみたいな、なんかそれが就職活動、転職活動、採用だと思うんですね。そんで話戻るけど、その美大生は作品我が子だから、こう捨てるのが惜しいんですよね。私もなんか自己紹介の時に、その左利きのエレンとか、こうおしゃげソムリエとか、 SNS ポリス、アントレース、アイドルの作り方とかな、こう全部言いたくなるんですけど、だって全部同じぐらい大事な作品だし切れないみたいな。でもやっぱそうすると、もうさっきのファミレスのメニューみたいになっちゃうんですよね。やっぱ人間ってそんなに単純じゃないんで、その全部網羅して振り返ると、やっぱりまあピンから切るまでいろんな経験してるじゃないですか。それをもうバカ正直に全部やっちゃうと、まあそれがリアルな人間ではあるんだが、この人ってどういう人なんだろうっていうのが、やっぱりまだ浅いコミュニケーションにおいてはやっぱり理解されにくい。まあ、入社した後にね、その実はこんな経験もしててとかは、どん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 相互理解につながると思うんですけど、就職活動っていう、その一方的に資料送って、なんか本当に10分とか20分ぐらいしか面談できなくてとか、そういう中で言うと、やっぱり相手が求めてる料理をこうメニューに集中させた方がいいと思うんですよね。まあ、なのでそこが、まあ特に美大生にとっての就職活動で結構悩ましいところだろうなと私は感じてました。あの知り合いの友達のエントリーシート見せてもらったら、そのエントリーシート、こう枠線がこう用意されてるじゃないですか。それを自分で枠線をこう二分割して、枠線を増やして、すごい小論文みたいなのをこうエントリーシートに詰め込んでる友達がいて、いや俺はもう言いたいことが山ほどあるからみたいな、あれもこれもアピールしたいからって、もうわざわざ倍の分量書いてた人がいて、いや違うんじゃないかなって私は思いましたね。美大生の作品集で言うと、もう一個そのある考え方としては、その配分を変えるっていう、その全く捨てなくてもよくて、まあ、例えばまず中華推しって決めたら、その麻婆豆腐とか餃子とか、なんだ小籠包とか、なんかそういうその同じような味がする強み、まあ、例えば俺はもうデザインだっつって、デザイン力だってなったら、もうデザイン力ご両親のやつをまず最初にボン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 って見せる。その後に、まあ、その他の作品みたいな感じで、こういろいろ、その他にも一応こういうことはできますがみたいな、なんかそういう配分を考える。全部混ぜてやるとわけわかんなくなるけど、そのこうコース料理を提供する順番を考えれば、まあ、まだ伝わるとか、なんかそういうこともいろいろ考えられるなと。だから本当にその作品集、まあニアイコールエントリーシートって、ある種その自分っていうものをこう味わってもらうための、まあコース料理みたいな、なんかそういう風に考えると、まあプレゼンテーションですね、プレゼンテーションの場って考えると、どういう順番でどう配分してプレゼンテーションを行えば正しく自分というものが伝わるかで、伝わった結果それが企業研究で得た相手の求めてる人材にマッチしてるか、そこまで考えて就活すると打率が上がるんじゃないかなと、思います。まあ、本当にね、その美大生の就活については結構その私いろいろ思うことがまだまだたくさんあって、そのっていうのも、その私はその天才じゃなかったんで、だから武器がね、もう見るからに明らかにはっきりしてる人は逆に簡単じゃないですか。もう周りからもあいつはデザインだよなとか、あいつはアイディアがやばいとかな、もうはっきり分かってる人は言われなくたってそうなるんですよ。味がしっかりするんですよ。でも僕みたいになんかあれもこれもでき、まあある程度できて、ある程度のレベルっていうタイプだからこそ、今の考えに至って、やっぱりそのバカ正直に、俺はもうあれもこれもってやっても通らないなっていう、その失敗経験があったからこそ、その今みたいな結論にたどり着いた。だからあの、そういう意味では本当に優秀な人って、就活の OB 訪問ってあんまりクリティカルなアドバイスもらえないんですよね。その優秀すぎて素でやって素でうまくいってる人って、就活はねもう勢いだよとか、なんかそういうなりがちなので、やっぱ就活うまくいかなかった、悩んだ、失敗したっていう人が結果うまくいったっていう経験の方が、意外と語るべきこと、聞くべきことあるんじゃないかなと思ってて、まあ、なのでその結構その私ノートでも、その美大生の就活本っていうノートをあの出してたりするんですけど、一回なんか出版社の人にも
美大生の就活本っていうの出しませんかって言われたこともあって、なんかまあいろいろ要所要所でそういう話してたんですけど、まあ、ちょっとそれにまつわる漫画のセリフがあったので、今回はちょっとそれを取り上げがてら、まあ、ちょっとでも就活の前向きな情報になればいいなと落ちまくった就活生からの、アドバイスでございました。まあ、そんな感じで、これからも左引きのエレンのセリフ解説も含め、その左引きのエレンとか私の作品にまつわる情報をこの YouTube では発信していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いします。ありがとうございました。